関東はゲリラ雷雨の可能性があります。急な雨に注意が必要です。まずはいただいているリポートを見ていきましょう。こちらは千葉県市原市からです。南南西の空、南房総方面、近くを発達したもくもく雲が通過中、雨柱上がり直上も本降りです。県内要監視、雨要警戒ですといただきました。雨の降る空とありますね。お天気の変化、注意が必要となりそうです。これ雨柱なども見られているようです。そして同じく市原市からは、ザーザー降り9時18分と動画で送ってくださいました。強い雨の報告が届いております。今日は濡れた時にタオルなどもあると良さそうですね。それではゲリラ雷雨リスクマップ見ていきましょう。こちらです。赤色、そして紫色、紫色のところほどゲリラ雷雨のリスクが高いとなります。関東では広く雷雨となる恐れがありますので注意が必要です。そして雨についても見ていきましょう。こちら南側に雨雲ありますけれども、少しずつこちらは動いていく予想となっております。千葉県内や神奈川県内、そして東京都心でも雨の降るタイミングがある予想です。少しずつ北へと広がっていきますね。お出かけの際に雨が降っていない地域でも傘が必要となりそうです。雨具は忘れないようにしてください。ウェザーニュースのアプリからは最新の情報を確認することができます。ご覧ください。 Thank you.